来た来た。おうおうおう、いたぞ、撃て。クソ、ほらハンサムジャックが打ち出された。おお、こんな攻め込まれてたんですか、あそこ。みたいやね。もう絶対助からないじゃないですか、これ。もうあかんな。このレベルだったんですね。艦隊3つぐらいいました、今。でも今こうやって外に弾き出されたのが僕でしょ、はい、そうっす。ハンサムジャックめっちゃかっこいいじゃないですか。やばいんじゃないあれ。おい、大丈夫？はじめかと思っちゃったわ。ロボットのいいところは窒息しないところね。うん。大丈夫？答えを言っちゃうとあんた酸素がいらないから今のところは大丈夫なのよね。でもここには襲ってくるものがいくらでもいるからね。だからこうしようよ。準備ができたらドアを開けて私に続いて酸素バブルまで行くの。いい？答えなくていいから。イエスっていうのは分かってるし。あんなに言われたら何も言われへんやつや、はい、一言も相手の返し期待してなかったっすね。そやな。おーおーおお、引き出された。めっちゃ笑顔やん。闇市を仕切る心は黄金でできている。おかっこいい。あれ、なるほど、フリーポイント。はいはいはい、マップね。もうめっちゃ走っていってますね。俺も走ってるよ。こちら。はいはい。おお、おだから全然関係なさそうなんですけど、そもそも空気がないわけですね。そうですね。月っすもんね、よく考えたら。月ですよね。あれ、俺こっちから行けないの。こっちから行くしかないよね。こう行くんやね。もうすぐ、ここで死ぬと恥ずかしいよ。優しいんだか何なんだか。怖い怖い。入れんのかな。あ、お疲れ。あ、私はジェイニー・スプリングス、廃品回収業者。あんたは？私は実験の喋り方なんですか。すごいキャラがあるね。え、ここで何してるの？この月のどこかにヘリオスの防衛システムをジャミングしている装置があるんです。うんうん、ヘリオスに戻るにはそれを破壊しなければなりません。ジャミング信号？知らないよね。コンゴリアに行ったらどう？メリフって男が仕切ってる小さな町よ。あそこなら何か知ってる人がいると思う。ただ行くなら O2 キットが必要ね。うんうんうん、壊れたものなら何個か隠してあるから修理してあげるよ。わかりました。地球とかに興味なくても便利だよ。というわけでこの座標に向かって邪魔物を片付けて。おお。ん？どこ行った？そこの外にいましたけど。外った。はい。お前。今は全然決まってないよ。例の件どう？ほら、あれ、あれをあれするやつ。全然覚えてない、この人。多分この中に何かあるかな。でもなんか、どっか行けって言われましたけどね、今。そうなんやけど、全然見てなかったよな。もういっぱいですね。かな。出口がありますね。おうおうおう、あれじゃないかな。おお。
ファストトラベル、いろんな場所に行けるようになるわけですな、これをたくさん見つければいいわけですな。ロッカー全部開けれるわけですな。今のはシールドかな、銃だ。こうやってどんどん付け替えていくと。これじゃなくて、一緒か。なんか今撮ったやな。撮りました。これか。ダメージは高いですけどね。リロード速度とかは全然遅いみたいですね。まあいいか。とりあえずはね。あ、でもシールドを変えれるかな。あ、シールドも変えたりできんだ。うん、でもダメだなこれも。多分どっか行くんじゃないですか。マップとか見て。ショップがある。まあまあ大丈夫。マップ見ますか。そうですね。あっちに行けと。めっちゃ光ってますよ。ここ？きっと拾う。あ、わかりました。じゃあ出て右か。よし行こう。うわあ、この浮遊感。宇宙っぽいですか。宇宙っぽい。なんか出てるよ、下から湯気が。お、これに絡むと何もない。なんかありそうやねんけど。何やろ。多分空気出てるとかじゃないですか。まあまあ、あんま俺関係ないんかな。ロボット、ロボットですからね。息しないっすもん。もうそうか。おー、来たよ、なんか来た。クラスニングが起こる前は綺麗な建物だったんだよ。用が整い合わせでもなかったし。めっちゃ攻撃されてますよ。おお、でかいの来た。あれ使ったりしたらいいんじゃないですか。何？あの L2 これ。さあ、なんでしょう、なんでしょう。メクロマジシャン、どういうこと、どういうこと。何かに当たればものすごく痛く出てますけどね。そうなんや。なんやろ、なんか、なんやろ、なんか良かったのかな。なんだったんでしょうね、今の。全然分かれへん。おー、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 すげえ、分離して生まれてきた。はい、どうしてんな、これ。倒せんの、倒しますね。ちゃんと全部経験値入るんですね。うん、入らないことないと思うね、多分。いや、なんか今までこういう僕ヘイローとかはよくやってたんですけど、別にないじゃないですか、経験値とか基本的に。ほうほうほう。だから出てきてもうぜえなと思いながら倒して終わるんですけど。なるほどね。倒す意味あるなと思って経験値上がるなっていう。あ、そう、はい、そう、少しはレベルアップするための稼ぎになってるなお前らと思いながら殺せるのかなと。まあそういうことね、はい。なるほどなるほど。いや、なんか不思議なこと言うな。いやいや、僕は平井さんが何回も切り替えてる不思議な行動の方が気になりますけどね。え、これ、はい、いや、なんか入り口のレバーが降りなかったからさ。はい、ですね、話を聞いてた僕が解説すると、うん、そこにロックかかってるから全部外してってねって言ってました。これを、はい、どうやって。粉砕すると細かん上も、はい、打たなかな、これ。そうですね、殴れっつってました。うっとうしいな、これ。いや、ロボットには難しいな。よっしゃ、何度か言った。お、
よし行こう。うわ、なんかめっちゃいっぱいいろんなものある。教えてくれる？襲われるのにはうんざりだよ。もう一回やろうか。はい、使ってみましょうよ。ウィーン、さあ何が出るかな。おー、すげー、弾が止まんねー、弾が止まんねー。手で撃ってる。ちょっと待って、敵もいないのに弾が止まんないですけど。何これ、めちゃめちゃ乱射してますよ。もうなくなったもん、弾。基本玉切れ、基本玉切れなんです。何今の。いや、めちゃめちゃ強そうでしたけどね。すごいね、何が出るか分からへんやね。両手で打ってました。そうですね、両手で打ってましたもんね。なるほど、この子玉すごいな。何かしらこうアイテムいただけると。あれ、あ、さっきの人じゃんね。はい、シールドもある。おー、助かる。こんな感じでですね、どんどんこう弾が手に入るわけですよ。お金も落ちてますし。そうですね、そしてあれですよね、あの両手で、両手で全部なくしてるんですよね。勢いよく。お、これがキットなんやな。で、彼女に渡すのかな。はい、おい、 OK。 デッドリフトは洞窟団のボスで、昔はダールの発掘現場を荒らし回ってた。うん、ザービトン大佐に捕まってたけど、採掘で月にヒビが入ったとこに逃げ出したの。ザービトン？パパは怪獣か何かですか？ともかく、ヤツは私のデジタル生成キーを持ってるわけ。殺せばあんたはコンコーディアに行けるし、私はハッピー。ボケに対して、とにかくって言うことを聞いてくれないね。返さないよね。はい、嫌な人やな。今は全然決まってないよ。皆さん、気になってること言っていいですか？いいよ。奥の方にもあったんですよね、何かが。はい、見に行ってみる。こっち？はい、なんかいっぱいありません？落ちそうじゃないですか？アイテム、これ、危ない。また来た。おお。ああ、これ？これとかそうじゃないですか？そうよ。おお。え？待て。ここでこれか。こっち行かなあかんやん。み、なにこれ。そうだ、なんか強いっぽいけど、当たってるかどうかがよくわからへん。うわー、シールドが。やばい、やばい、やばい、やばい。知っている、知っている。もう飛ぶ、あっちへ飛ぶ。いやー、ダーン、熱々熱々熱々。わっ、すげー遠距離攻撃できんだあいつ。あー、あぶぜ。あれ、いない。お、死んだ。いや、いや、あの子か。ひっきり足出てきますね。結構な数がいる。倒したっぽいです。やったね。銃見よう、銃。お、なるほど。いただこう。お、これは強そう。強そうですね、それ。うん、強い。はあ。キラキラキラって回ってますね。はあ。よいしょ。にしてもあの女の人一切加勢してくれなかったですね。そうやな、仲間ではないんやな。切ないな。お、もう来るなよ。そして
もう外に出ていいのかなみたいですよ。いやこれはもう面白いですね。ガンガン一人でやるゲームかもしれんぞやる？いいんすかね。もう下手なんですよ。うわ雑うわ雑そうやって昨日始めたようなもんなんで。お前ちょっと脇に抱えて売ってるようなもんやそれいやだから狙わないと。ちょっと待って、もう死ぬ